植物は動物のように動き回りません。でもじっくり見てみると、実に巧みに環境に合わせた生き方をしていることがわかります。たくましい植物の世界を覗いてみましょう。日本一高い山、富士山。標高は3776メートル。山麓には多様な環境が広がっていて、いろいろな植物を見ることができます。その形や働きなどは実に多様で、環境に適応して生きています。梨ヶ原です。標高500メートルから1000メートルくらいには、このようなススキを主体とした草原がいくつかあります。高い木がないので、地面にまで日が当たり、風通しがよく乾いた場所です。そんな環境を好む森の中では見られない植物たちがたくさん生きています。日本のススキ草原のほとんどは、人間が森の木を切ったり野焼きを行ったりして作ったものです。昔の人はススキ草原を茅場として利用してきました。茅場とは、茅葺き屋根を吹き替えるためにススキなどの草を育てる場所です。ススキは家畜の餌や田畑の肥料にも使われました。今日、かやばは利用されず管理されなくなったために、草原は減っています。草原は放っておくと木々が侵入し、森に移り変わっていくからです。ススキ草原は身近な場所だったことから、薬草など生活と結びついた植物が多いところです。秋の七草であるススキ、オミナエシ、キキョウ、ナデシコなども見られました。梨ヶ原と標高はほぼ同じですが、全く違う環境があります。樹海と呼ばれる森です。樹海は溶岩の上にできた比較的新しい森です。今からおよそ1150年前に噴火した時の溶岩が覆っているため、大地はゴツゴツしています。太い根が岩をつかむように伸びています。なぜこんな形をしているのでしょう。地面が溶岩のため、根を張ろうにも地面の下に伸びていけないからです。土は少なく、ほとんど栄養分がありません。雨が降っても溶岩は水を含みにくく、流れ去ってしまいます。保水力の少ない土地なのです。でもたくさんの木が育っています。どうやって生きているのでしょう。横に根を広げて体を支えています。でも
これで水分や栄養分を吸収することはできるのでしょうか。それには周囲にびっしりと生えた苔たちが活躍しています。苔は空気中の水分を吸収し蓄えることができます。苔が水分を蓄え、根はまるで湿った綿でくるまれたように、木の根は乾燥せず水分を吸収できるのです。この樹海では卵化の植物がよく見られます。卵化の植物は根に菌類を取り込んで菌類と共生し、菌類から栄養をもらうという生活をしています。栄養のない溶岩の大地で生きていけるのにはそんな秘密があるんですね。溶岩で覆われた富士山特有の風景、樹海を訪れた時はこうした独特の植物層に着目して観察してみてください。山を登ってきました。1600メートルから2400メートルは亜高山帯と呼ばれます。日本では標高が100メートル高くなるとおよそ 0.6 度気温が下がります。高いところほど寒くなるわけです。標高2400メートルだと気温は14度も低くなります。亜高山帯では寒さに弱い植物は生きていくことはできません。限られた常緑低木や亜高山帯針葉樹といった寒さに強い種が見られます。この辺りのダケカンバの林の中です。どの木も幹が曲がっています。どうしてこんな形をしているのでしょうか。これは冬、雪が積もった時の雪の重みや雪崩によるものです。ダケカンバは比較的しなやかな幹を持つので、折れることなく雪の重みや雪崩に耐えるのです。標高が高くなると低温や強風、土壌の状態などにより森林が発達できません。その境界線を森林限界と言います。さらに上に行くと高い木が育たない樹木限界に達します。低木の苔ももが地面に張り付くように生えています。ここでは厳しい寒さや風に耐えられる限られた種類の植物たちだけが生きています。環境省によるレッドデータブックは日本国土を4457のメッシュに分けて、そこに自生している個体数を調査したデータをもとに絶滅危惧種を判定しています。富士山周辺で撮影された貴重な絶滅危惧種を紹介しましょう。
軟化の植物コアツモリソウは林の木の下にひっそりと見つかります。下を向いているのが花です。草の丈は10センチくらい。とても控えめで目立たないのですが、よく見るととてもユニークな姿です。55メッシュのうち11メッシュで絶滅。総個体数はおよそ8000と推定されています。100年後の絶滅確率はほぼ 100%。 減っている理由の第一は園芸用に採集されていること。森林伐採も追い打ちをかけています。富士山のカラマツに注目してみましょう。標高の低いところのカラマツです。このようにまっすぐと伸びていますね。標高1600メートル付近に生えているカラマツです。さっきと形が違うのが分かりますか？どのカラマツも上の方の枝が一方向だけに伸びています。なぜこんな形をしているのでしょうか？独立峰の富士山の高いところでは冬に特に強い西風が吹いています。風がまともに当たる木の枝は風当たりの方向には枝を伸ばすことができません。それでこのような形になったのです。枝が風にはためく旗のように見えることから旗形樹形と呼ばれています。さらに高いところへ行ってみましょう。標高2300メートル付近です。カラマツはどこにあるのでしょう？なんとこれがカラマツです。地を這うように幹や枝を広げています。この幹はまさにカラマツ。背を低くして強い風から身を守っているのです。多様な環境を持つ富士山。そこに生きる植物たちの環境適応能力には驚くべきものがあります。